イスラム過激派の投稿サイトにカウントダウンが始まったとする書き込みがあることが分かりました。信憑性を含め詳しいことはまだ分かっていません。書き込みはイスラム過激派のメンバーらが利用するサイトに投稿されていて、カウントダウンが始まった、イスラム国の戦闘員はナイフを見つめている、日本の総理は未だに悪巧みをしている、日本国民は傍観しているなどと書き込まれていました。 日本政府高官によりますとカウントダウンサイトはイスラム国本体が掲載したものではないというのが外務省の見解だということです。あくままで別のイスラム過激派が掲載したと見ています。